さあ皆さんこんにちは。じゃあグダグダ。なんかここで撮ると、うん、ムズムービーみたいで嫌なんですよ。まあまあまあ。ムズムービーみたいで嫌なんですよ。まあね。まあそうなんですか、これは。これね、そうやりたかったんですよ。イッシーさんこれを食べたい食べたいって言って、辛いの苦手じゃないですか。辛いの苦手、辛いの苦手なんだけどやりたいんですよ。で、今回このね、中本の蒙古タンメン、これセブンでおなじみ、これ北極ってつもあるんだけど、今売ってないのかな、もうなくて、これね、俺ね、辛いんだよ。で、前回ね、本当に辛いの？本当辛いんですよ、辛くて。で、前回食べた時に、ちゃちゃんなんだな、で、前回食べた時にこれ僕あのツイッターでこれ食べてますってやったんですよ。だからスーパーに入門してくださいって書いてあって、あのコメントでで全部入門したんですよ。次の日やばかったっすよ。やばいっすか。明日やばいっすよ。取材3回も3回も6本っすよ。大丈夫っす。やばいっすよ。大丈夫っす。こっちで取る。大丈夫。だけど僕はあれですけど、辛いの平気なんで。そうなんですよね。らしいですね。なんとも僕は本当に苦手なんですよ。ただほんでも辛いんで。一緒に食べるの勝てないわ。ふうさん大丈夫ですか。いや、中途半端。そこそこ、そこそこは食べれるけど、辛いやつ、弱いからね。その辛いジャンルがあるんで、まあまあ、早食いしよう。早食いしようか。早食い、どうぞ。いや、もちろんですよね。熱くて飲めない気がする。あー、そうですね。同じじゃお湯です。もうお湯、そうですね。5分かかります。5分かかります。じゃあお湯入れます。はい。お湯って100度以上上がらないんですか。100度以上、いや100度以上とか100度で沸騰ですね。100度いきましたよ。100度いきましたか。3分腹筋みたいに早いですね。やばやば、いやーいやーグツグツグツ、いやー、ありがとうございます。あれ、ボブさん男なんだよ、やっぱり。いや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 、太田さんね、太田さん、太田さん、太田さん、すいませんね、太田さん、太田さん、ハンバーグとかして買ってーじゃんっつって、買ってーじゃんって。お湯でいっぱいですね、うん、ねえ、見ちゃった辛く感じないですか。うん、あ、しまった、イッシーさんとノブさんだけ汁を飲んでしょ。全然全然、汁を飲むって手間が省けるじゃないですか。いやもう足しました。じゃあ行きますか。いやまだ早いです。まだ早いです。もう行きましたよ。まだ早いです。5分。お話どうぞ。あ、どうも。はい、どうも。じゃあ僕フライングシーですか。じゃあダメです。いや、あれです、だってやっぱり5分短縮してもやっぱり早く来るです。ダメですよ。スタートです。用意スタート。辛そうじゃないですよね。これ今これ入れるんです。こいつが辛いですか。で、このスープで飲めばいいです。それ飲んでる。ラーメンなん、そんなにしないです。これ入れながら、うん、辛い。じゃあさらにやっぱこれ入れると辛いです。辛いですよ。絶対辛いですよ。じゃあこのままでも辛い。いや、でもうまいですね。まだうまみがある。でも、あ、どうぞ。ちょっと待った。これあんまりいい感じしない。ほら、ほら、やっぱ注意事項が書いてある。辛味成分のカプサイシンが刺激が強いのに小さなお方が辛味が苦手な方の飲食に十分ご注意ください。これ何ですか、辛味。これ大体なんですね。さらにこの、なんか何ですか、あのほら、ココイチとかうまいじゃないですか。プラスして辛くなる。5分。
とりあえず5分ですね。そうですね、5分で着きます。これ普通に食べたいな。そうですね、本当はね、本当は買ったいですけど、ね、見えますか。見えますよ。これは辛くないんだよ。そう、いや、赤っ。こういうのがついてる。何だこれ。もう入れたてでいいよ。ダメ、ダメ。入れたてはダメですね。はい、入れてますよ、俺。入れたら辛くないですか。ちょっと辛い。辛いっすって。辛いっすって。あ、辛い。あ、辛い。じゃあ辛いっすって言ってるじゃないですか。辛い。あ、舌痛い。じゃあ、皆さんね、あの、ちょっと混ぜましょう、混ぜましょう、混ぜて。赤い炭酸やばいっすよ。みんな辛くなってきました。だからそうです、辛いっすって。なんすかこれ。これ、缶、コーンズで食ったからっすね、前。うわぁ。髪ちょっと変わってますもん。ほんとっすね、ちょっと。汗出てきた、なんか。これやばいっすか、これ。これやばいです。早食いとか好きじゃないですよ。いや、本当に早食い。早食いってこれ難しくないですか。全部食うと飲んないじゃんかですよ。まあ、とりあえずノンカットさ。ノンカットか。ノンカットはできんですね。多分、だいぶ時間かかりますね。じゃあとりあえずいただきましょう。はい、いただきます。スタートやばいやばい。汁からいった。おっと汁からいった。あ、でも大丈夫です。おいしい、おいしい。あ、もう無理無理無理。カレー辛い。ちょっとね、二口目が入ってきた。全然辛くなるじゃん。辛くなる。辛い、うん、まっ。辛いよ、うん、まっ。うまいですね。うん、普通にうまい。そう、美味しくない。うまいかな。うまい。うん、うまい。ほら熱いんだよ、でも、うん、熱いんだよ、熱々なんだよね、うん、でもこれが冷めたラーメンってやるね。うまい。ちょっと待って、なんか石さんが嘘みたいになっちゃって、なんか本当ね、じゃあ僕は本当に極端に辛いのが苦手なんです。じゃあ苦手なんですって、本当に。やるね、そのかわいい。やるね、そのかわいい。いや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 。じゃあ僕、ペヤングのやつだったら死にます。うん、出てきた。全然入りすればじゃない。ペヤングが入りすれば辛いし、出てきたら。だったら辛いし。うまい。いや、慣れるといいんだけどね。うまっ。うまっ。うん、あ、辛いわ。じゃあ、いっぱい大げさ。じゃあ、ほんと、苦手なんですって。あ、でもご飯欲しい。ご飯欲しいですね、ご飯欲しいですね。やっば、しっかりやば。しっかりやば。いや、ね、これが多分、何言ったっても辛いね、辛いなんですよ。まあまあ、中華料理屋の担々麺が辛いのに出てきた。そういうの頼まないですよ。そもそも辛いのが苦手なのに辛いのに頼まないですよ。うん、まあ、いやでもルーシーきついな。ルーシー食べれるんだ。食べれる。ルーシー、ルーシーがきつい。食えました、ルーシー。食えました。え、マジっすか。はい、うん、うん、うん、やべえ。え、なんで、なんで、なんで。全然あるよ、俺全然あるよ。違う、辛いんですって。だからでもこれルーシーはきついですね。ちょっと熱いね。いや、きついですね、ほんと。熱い、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 食べるの熱いですか。そう、でもノブさんのノブ好きなんですよ、ノブさんって。あ、そうですね。バレた、バレた、バレた、バレた。目に入った。いやいや、目に入る、痛い。じゃあ、ほんと気をつけて。
本当に痛いから、こういうやつとかでさ、この痛い、目が痛い、こういうのが目が痛い。じゃあ、洗ってきてください。目が痛いよ。あかんす、あかんす、こういうのをたま、ね、こういうのでついた手でこう目とか触ったら本当にやばいから、幼稚園の皆さん、痛い、目が辛い、ほら、目が辛い目が辛いって言ってる、目が辛いって言ってる、初めて聞きました、目が辛い、目が辛いよって言ってる。そこで待っててくれてましたそう、待ってます。あっつい汁、うわ、あったまるよこれ。冬の外でやりたい。これ真冬外いいですね。ちょうどいいですよ。真冬の外です。うん、風水が熱い。風水が熱い。汗が鼻に向いてる。あ、うまっ。熱いし辛いし、もう風味が脱ぎますか。脱ぎますか。パンならないな。早くなったねえ、飲むな、早く。どうした、マジ飲むな、はい、はっ、やめてよ、やめてよ、これ、やめてよ、で、劇中飲むのか、失礼した、あれなんだこれ、熱く飲むやつか、え、熱くて飲むやつよ、マジですか、すっ、熱くて飲めないやつ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 、いや、大丈夫、全然熱くて飲めない、猫舌じゃないんだけど、やば、そうそう、長いで我慢して大丈夫、熱っ、まだ飲めるんですか、この熱い、いや、飲めますよ、なんで来ないのって言って、飲めますよって、くそ、どうですね、なんかこれ一番最初に一番熱々入れましたもんね、グツグツして一番最初に熱入れたんで温度が違うんですよ。まあ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 、なんてことね、熱っ、ごめんさんって、押してください。でもね、ヒリヒリする、わかります、この口の周りとか、あの歯医者行って麻酔かけられた時のあの、うん、あのなんか変な感じ、違和感が熱いですね、しなきゃ気持ちいい、これ本当っすよ、普通に食べたかった、うん、まあ、普通にね、これじゃあ、まあ、皆さんはあの普通に食べてください、味わって、もうこれ多分これね、あのセブンイレブンで売ってます、200、207円かな、206円かな、それぐらいで売ってます。熱い、ね、熱い、ぜひよかったらこれですよ。あのまだスープ飲んでるんですけど、まあ、これね。なんか鼻声じゃないですか。鼻声ですか。大丈夫ですよ。僕も鼻が。鼻じゃない。ね、これぜひ食べてみてくださいね。本当。まあ本当ですね。おいしい。まだ飲んでるんですね。シーさんも、じゃあ僕が作った料理を。やだ。ノブさんと。ノブさんの2人どっちやったら食ってもさ、僕巻き添えじゃないですか、いや、そうそう、だってぬるいの食べてるし、一水さんはちょっと調子こいたんで、まだ食べてる感じだな、いや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 、なんか連鎖してる、いやいや、まあいい、これ、コンビなんで、いやデスソースたっぷり入れた食べ物作ると死にますね、そんなのね、怖いね、あとご飯、あ、そうだね、ご飯が欲しいって言って言ってましたね、だからラサーさんご飯、いいじゃないですか、セブンね、塩おむすびとかあるし、うん、ね、普通にあのチンするご飯でもいいし、まあ、で、食べたくなったらご飯あるかもしれない、熱い、熱い、熱いって、どうだよ、わさびが汗やば、すげえ、熱い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 、しかも勝手に人買ってきたって嬉しいな、そうだ、僕買ってきたっすね、全員買って、しかもこの前番組にパスタ切ってるっていうね、なんか麺から麺から麺なんで、麺麺コンボ、はい、
ということでね、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ぜひよかったらね、食べてみてください。はい、ではまた、さよなら。なんかおかしいですかこれ。なんかおかしいですか。なんかおかしいですかこれ。なんですか。なんかおかしいですか。おかしくないですか。僕のママさん関係なくないですか。今日は巻き添え、巻き添えですかね。巻き添えですか、ね、しっかり使ってきて意外痛くなってきた。そんなもんです。早くがいかんすこれの。まあ、いや本当に。あ、やばい、お腹痛い、急に振ったら。そうっす、やばいっすね。なんか単純に辛いだけじゃないから、おい、旨味はある。そう、旨味があるので、だから食べれる。個人的になんかでも本当、あ、なんていうの、東京の方にあるのかな。あ、だから東京の方に書いてある。本当に個人的にペヤングの辛いやつのが辛いです、うん、それじゃあ次やりましょう。あ、売ってないですか。もう頭あると思うんですよ。どうですか。じゃあ、あれ辛いですよね、マジで。でも僕は普通に好きですよ。え、僕辛いの苦手なんで、じゃあ次それやります。やります。でもそれにデスソース入れるとマジで食いにくい。やばいっす。もう本当にやばいっすよ。デスソースの味にしかならないっすもん。あ、ペヤングの辛さが負けますもん。ペヤングの味どっか行っちゃうっすね。もうデスソースの味、ペヤングもう完全かぶせられてるもう、うん、それを石井さんが食べるっていう。いや、マジ涙出ますよ。あ、前モモキに食わしたんですよ。何か出てましたもん。なんかありましたね、その動画。あ、なかったかな。なんかあったかな。締めますか。締めますか。はい、よし、ということで、はい、お腹が苦しい。はい、さっきから吹くたの日。本当ですよね。美味しかった。本当です。美味しかった、うん、はい、本当にね。はい、じゃあごめんなさい。さよなら、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 さよなら。